しょ、ぼこらけつよやいなよい、あ、最初はグーじゃんけんぽっこらけつよよいのよい、あ、ね、これさっきのあんなくね、なんでリノちゃん、ね、さっきリノ買ったよ、さっきリノとマーク買ったよ、たくらい買った、あなた買ったよ、買ったよ、リノだけ買ってないんだよ、いや違うよ、最初はグー最初はグー違う、リノとマーク買ったんだ、リノ違うよ、リノとマーク買った、違うよ、キャプテンと助手どっちがいい、うん、助手でいいよ、最初はポコラケツヨーヨーイのヨーイ、イエーイ先生だイエーイ、なんかキャプテン、マークなんかいつもキャプテン多いんだけど、え、さっき先生じゃなかったね、さっき先生だ、さっき先生だったよ、マーク先生、さっき先生、え、リノ先生だよ、リノ買ったもん、マークお前たちいい加減にしろよ、リノだよねえねえ、いや刺されろやん、うん、今日作るもの当てていい、うん、今日作るものケーキかアイスケーキぶっこんできた、卵割ってください先生、はい、わかりました、マークもやで、何作るんですか、ケーキ、ケーキは時間がかかるから作れませんね、なんで、いやいや何作りたいって言ったのよリーナ、アイス、アイスでしょ、アイスですよ、ちょっとバナナアイス失敗しちゃったんだよね、うん、美味しくないってあなたたちに言われたんだよ、あ、すいませんすいませんキャプテン、ひどいな、んあ、そこにナイフ落ちてる、ケツに刺さるよケツ割れちゃう、いいでしょう、何やってんの、男湯、おー、びっくりした、気をつけて、トカチトカチ、これはこのさ、この見て、これあるじゃん、これ勝ちとも呼ぶし、勝利の利とも呼ぶ、勝利の勝ね、勝利の勝、はい、これ入れてください、全部、はい、全部、はい、これに、うん、全部全部、おいしいのかな、これどう、これはおいしい、おいしいってこれあれこれ何かわかんないの、うん、ヨーグルト、生クリームだよこれ、え、それ、え、嘘でしょ、これもこのままいっちゃいます、はい、今ヨーグルトかと思ってた、これくらいでいいんだって、バニラエッセンス、これくらいいいけど、ちょっと音、あ、ちょっとこれくらい入れちゃうかな、あ、どう思いますか、いいですよ、これはですね、あまり泡立てないぐらい、あんま泡立てると、あんま泡立てるとね、落ちくなくなる、沈殿するんです、沈殿、沈殿しちゃうんです、これちょっとあるでしょ、
取って。はい、全部。うん、2人で。あ、こんなのあるんだよ。2枚でいいじゃん。2枚取って。あ、それしまって、それしまって、いいしまって。ちょっとスピードアップして、これ、これ結構すぐできるんだ。ほら、ビームになった。これはね、緩め、緩めじゃないと。あとこれ痛い目合うんですよ、これ。痛い目に合うんですよ。何の味？何の味でもない。そうだね、うん、何の味でもないでしょ。美味しくはない、うん、美味しくはない。これを入れてタモリしますよ。はい、タモリするんですよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10おお。生クリームちゃんと混ぜないと沈殿しちゃうから。沈殿、うん、よし。え、そんな細かく切れんの。うん、これがチョコチップ。これ美味しいんだよ。うん、ちょっとこっちが粗く。なんかタルタルソースみたいに。うん、オッケー、よし。はい、スピードソープだ、スピードソープ、はい、入れちゃう。おお。はい、混ぜて、さっくりさっくり混ぜて。そう、よし、いいよ、いくよ。よし、いいよ、さっくり。まあ、ちょっとこの椅子とかしてくれる？よし、ついた。うん、舐めていい？舐めていいよ、それ美味しい。どう？甘っ。え、甘いの？美味しいでしょ、もう。うん、もうこれだけで美味しい。そうしましたら、もうこれで終わり。これでタッパーに入れて冷やし固めるだけ。普通だね。え、何に刺すの？刺す？うん、刺すってか。アイスだと棒にこう刺さってるじゃん。刺さない、刺さ、これアイス。これアイスだから。簡単。これ普通のアイスじゃない。あれ、先生どっち？キャプテン助手先生がリーダー。で、これを冷凍して冷やし固めて。はい、だってジュースがやらせてくんない。食べるんですけども、実は時間がかかる。冷やし固めたものがここにあります。すごいでしょ、やってみたかった、こういうの。これが冷やし固めたやつですよ。うわ、どうですか？めっちゃすげー。なんかさっき、だからさっきよく混ぜないと、あの、沈殿するって言ったのはこういうことなんです。ちょっと沈殿しちゃってるんですよね。じゃあこれを食べます、もう。イエーイ。これさ、まあ、ちょっと音食べたんだけど、え、ちょっとどうかなと思って食べた。すごいやばいよ、やばい、マジで。めっちゃ美味しかった。これはうまい、うまい、うますぎ。やったねって感じ、やってくれたなって感じ。マジで、マジで。ああ、ああ。ぎゅう。プチュ。すごい。ああ、もうこうなっちゃった。入っちゃった。うん、すごい。これはぜひとも、ちょっと君たちに。これはちょっとスイーツランキング。かなり上位に。行くんじゃないでしょうか。はい。音の予想。はい、はい、あなたたちはあまりやってないでしょう。ちょっとだってやらせてくれなかったんだ。これね、これ結構ね、だからあの泡立てが勝負なんですよ。泡立てが勝負なんです、これ。いや、本当に。どっち食べたいの？どれ
こっち今作った方が多分美味しいと思うよ。うん、比べよ。それはまあ明日からさせて。うえーって言っちゃうけど。ひどいな。これちょっと溶けたぐらいが美味しいです。でーどっちがいいですか。こっち。こっち。これは今のは君たち作ったけど、これは音が完全に作ったやつだから。へえ、美味しい。美味しいよ、絶対。絶対美味しい。絶対自信。絶対絶対自信。絶対美味しい。ハードル上げてんのわざとこうやって。絶対美味しい。絶対美味しいっていう先入観があっても多分美味しいって言うと思う。男女いや何言ってんのって。え、いい感じ。うん、吸っていく。吸っていく。じゃあいいかな。お願いします。いただきます。いくら吸っていけば美味しい。うん、あんま硬いとパラパラしちゃうから。じゃあいいですか。いいですよ。お柔らかい。ね、ね、マジでしょこれ。マジな話でしょ。うまい。やば。やばいよねこれ。これマジなやつでしょそれ。うん、それマジなやつでしょ。あ、ちょっと硬いところある。ここ硬い。めっちゃ美味しい。このチョコチップがいい感じでしょ。うん。さすが夫。これは。やばい。うん。こんなになると思ってなかった。もっと今作った方がもっとうまい。なんで？ちゃんと混ぜてるから。サクってくるこれ。それはあの硬さの問題だから。うん。うん、早っ。ま、噛まなくていいね。おかわりこれいいよ。おかわりあれ食べちゃってもいいよ。パパにゃん。で、ちょっと早いな食べるのは。もうちょっとこう乾燥ないかね。乾燥ないかね。ちゃんとチョコチップの味するでしょ。うん。食べたことない。ん？食べたことない。あるよこれ。スーパーカップでしょこれ。ほとんど何チョコチップ。スーパーカップチップないか。うん、あれか、あっちの120円の方か。うん、棒ついてる。130円のやつの方に似てるか。うん、どっちかっていうと。ねえこれマジだよね。うん、こればっかりはマジでしょ。よし、いいよ。イエーイ。いいよ。ってまだ硬いでしょ。硬いうちにも食べてみて一回。じゃあちょっと溶けた方が美味しいのか、やっぱちょっと溶けた方が、なんて言った？ちょっと溶けた方が美味しい。あ、うん、硬くても美味しい。うん、ちょっと溶けた方が美味しい。うん、うん、ほら、この、うん、中溶けた方が美味しい。それで考えたんだけど、うん、何考えたの。まあチョコにもよるよね。だから、うん、結局はこの美味しさはもっと美味しい。チョコをチョコチップジュースに入れたら難しい。切るの、切るの難しい。うん、ちっちゃいかな。おぉ、さすが大きいわ。うん、あ、こっちの方がいい。はい、はい、うん、やったー。うまく、やっぱ大きい方が
美味しいですか？はい。ないですか？一。同じ。マジ一でしょ。うん。マジで一でしょ。音は。今まではちょっと嘘ついちゃったみたいなのあるけども、こればっかりは美味しいでしょ。ないよ嘘ついた。ない。え？いやいや、ちょっとはあ、ちょっと美味しくないけど音かわいそうだから美味しいって言おうって思ったことはあるでしょ。でそうやって喋ったこともあるでしょ。え？ない。すべてが正直だって言いたい。すべて正直です。マークもあるでしょ？1個。1個ある。ちょっと音のこと気遣って嘘ついたこと。うん。何？チョコレートの焼きそばあるじゃん。チョコレートの焼きそば、ね、それね音作ってないんだ。それカップ焼きそばでしょ。カップ。それお湯入れるタイプのやつでしょ？あれは美味しくなかった。音も美味しくないって言ったもんだって。あれ久しぶりに食べた。ああそれは中毒なんですよさすがに。あれじゃない、カップラン、カップ焼きそばば食べたい。カップ焼きそば食べたいって言ったね。カップ焼きそば実は音作れるんです。じゃあやってみなさいよ。そうだよ、やってみなさい。いやいや、カップ焼きそばを作るにカップ焼きそばの味を再現することは可能だと言って。じゃあやってみなさい。できるよ。そうよ、やってみなさい。じゃあやってみなさいよ。でもわざわざそんなことする必要ないじゃん。だそうでしょ。だったら久しぶりに、今夏ぐらいだから多分すごいあれだよ、 UFO とか一平ちゃんの何か出てるだろうね。